はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネル、ウペネチのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器はこちらです。ででーん、デンタルワイパー炭ですね。こちらスプラッシュシールド、ジェットパックを持っている、デンタルワイパーのマイナーチェンジ武器となっております。今回はスタダ、イカ速、ステジャンでやっていきたいと思います。待て、受け身の方がよくね？ジェッパだったら言ってる間に変えてこようとしないで。受け身受け身受け身、いい受け身。あ、ちょうど何もつけてない、いいやつがあるね。ということでそれでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ガチホコバトル。さあこれがね、強い。ちなみにね、無印のデンタルワイパーミントの方なんですが、私熟練度3まで使いました。なのでまあ炭はまだ今回のこの動画で今初なんですけど裏で一切触れてなくて、この動画が初なんですけど、まあなんとかなるだろうっていうね。どっちも同じようなもんじゃろということでやっていきたいと思います。お相手に遠距離いないでくれ、遠距離いないでくれ。いない。ということでお相手、オーダーワイパーレプリカ、ボールドマーカーが2人、そしてヒロシュタレプリカですね。ガチホコなので、まあちょっとホコあり性能が高いボールド2人は助からねえもんなんですが、あ、うまい。やべ、これ上上がれねえじゃん。下手に下降りるとかなり不利だね。うわ、移動してくんな、聞いてないな。移動してくるのはちょっと想定外が過ぎるぜ。ここだい近すぎだろこれ。想定よりもえげつないくらい誇大地形。トゥー、トゥー、え、あれ、おー、あ、当たんね。予想ほど当たらない。あれ、私の華麗な一撃必殺を決めたいんだが、あれ、え、下にいるのか。ここ、オッケー。あれー、当たってない。なぜ、大丈夫、いける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 。ほっ、ここ、奥奥奥、オッケー。あぶね、うまい、うまいけどこれどうしよう。なあ塗られた全部、くそー、全部塗られた。ジッパでしかやれてなくない、私。ふっ、オッケー、今のは見えた。いや、マジかよ。さあ向こうは多分取る気なかったな、今のオーダーローラー。かといってちょっと削られすぎだね、うちのチーム。やべ、バレてる。よいしょ。あ、足場が移動しすぎてマジで何起こってるのか分かんねえ時があるな。ちなみにここホコにおいては超欠陥ステージと言われています。まあ理由はお分かりですよね、移動するからよ。あの私の身を守るために投げたさ、シールドをそこら辺に持ってかないでほしいんだがマジで勘弁してくれ本当にもう勘弁なのよな。ほっ、無理か。いや大丈夫。上、はいや、やばい。あ、
いやー、やれないか。というか、まあなんか予想の2倍ぐらい早くボコボコにされて終わった感じだな。でもなんかもうちょいやれるはずなんだけど。普段サブでなんとかしてたか？そんなに。なんか不思議ですね。もっともっとできたはずなんだが。そんなに、いやでもスプラッシュシールドっていうのが私使い慣れていないっていうのはそうだから。4連勝して3連敗してる。ギリギリ昇格戦届かねえ。まあしゃあない。この動画の中で言っても困るは困るな。まあ勝つぜ、頑張ってな。とりあえず一勝、この動画の中で一勝を目指そう。ふっ、は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 っ。カメラの向きをさ、変えることによって、一撃必殺のやつをね、ちょっとずらせんのよ。はっ、はっ、はっ。あ、インクが。どれだけカメラをグリッグリッグリッってできるかっていうのもあるよね。切り裂く範囲としてカメラをペッって向けないといけないから。タオパイパイめちゃくちゃ久しぶりに聞いたな。あの時の都市、誰、歌で世界を変える。おお、いいね。私も自分の歌声で世界を変えることがしたい時があったよ。今私高音で人々の耳を破壊することしか無理だよ。まあ実際問題、世界は変わったかな。ちょっと待って、早い、マジ早い、待って、早い、えぐい。お相手の武器読み上げる前に、いてて、やっべ、よいしょ、こら、あそこの足場の上に絶対持ってっちゃいけない。危ねえ、ひらっと、後ろにいたかな今。ふっ、今いたよね、どこ行った。こういう時こそなんかいるよね、こういうとこっていう場所。ん、いる、あ違う、味方か、あれ。おっと、オッケー、亀切りが当たったならこれでいける。ふっ、よいしょ、あ、下入っちゃった、マジかよ。ふっ、ふっ、ふっ、くそー、取っちゃったか、しかも。マジか、取らなきゃワンチャンあったか。とりあえず、いや、あぶね、ふっ、あぶね、どこいる、あそこか、オッケーオッケーオッケー。とりあえずルートが欲しい。どこいる、え、あれ、あ、いたわ。完全に今見失ったな。どっち？味方か。大丈夫？うおー、マジかよ。ボルマ？ボルマで当てんの？それはすげえ、お見事。の存在は。サブなんてなかったんや。行きましょう。ふっ、おい、イカロールができてない。
味方が対面はしてくれているがどうだい。オッケー、カモンね。よっかー。あ、やべ、私死んだかも。あぶね。ホコの近くにいるやつは一瞬止めたけど。いやー、ここけい。とりあえずホコだけはやった。いやー、ホコだけやっても意味ないんだよな。私がその後やられてるし。ここは何がどこにいるかよな。よいしょ、ホコ持ちだけ。なんか横のやつをやりたかったんだけどな。ガン FF カスタムか、あれ。よいしょ、マジガンガン行こうぜで攻められ続けてんな。パブロが怖えんだよ。どこいるかパブロの位置が分かんなきゃなんともしづれ。あ、スプラッシュボムがあるってことはあっちにパブロいるな。いたいた。あれ、あー、やられてる。しかもマジかよ。しかもよりによってやられてらーよ。いけるかい。なんで？嘘だろ。おい、嘘だろ。そのタイミングでやられちゃ絶対どうやっても無理じゃん。最後に味方が持ってる時って延長に入んないから、残り 2,3 秒でやられたら負け確なのよ。まあもうほんとサメとか吸引機とかでバリア展開バーンって言ってギリセーフかなぐらい。13キル6です。まあキルデスのスコア的にはかなりやったけど、結局勝ちにつながってないキルが多かったってことだよね。11交換も多かったし。よろしくはないね。ていうかお相手のやっぱ強えところはあれか、フルイドのカスタムがやべえな。あの状況で1デスでしてんのか。1デス11キル強っ。私がそれを見越してフルイドを、いやそもそもマジでフルイドどこにいたか見づれ。僕明確にフルイドがここにいるって認識したの試合中で1回だけだな。あの歩行台の近く、ずっとあそこに籠城してたら11キルはさすがに取れないでしょ。取れんのかな、どうなんだろう。まあとりあえず強かったですね。頑張りましょう。ということで第3戦目いきましょう。なんとか一勝もぎ取りたい。さあ、いや、ほとに君がすを倒した、どういうことだ。さあということでお相手ドライブワイパーのデコ、スプラマニューバのコラボ、ゴツガロンのデコだね。ゴーニーガロンデコ、どうくる。んやべ、ふっ、っインクが足りない中よく頑張った。終わりかと思ったんだけどね。ドライブワイパーデコか、マジ。よし、とりあえず一回コロコロ。やべ、降りちゃったよ。やべ、マニュコラがやべ、暴れてる。あー、刺された。お、いや、なんかあそこでやられてないか。いたいた。お、よいしょ。え、よいしょ。で、じゃあ外した。しかも
溜まってる金もでかよ。惜しいことしたな。お、ただあれだね、ナイス玉ミスってくれてる、ありがてえ。ナイス。17。オッケーオッケーオッケー。17はだいぶいいよ。ここうえー、嘘だろ、あれ味方か、味方の丸見さんに引っかかったのかこれ。くっそー、やらかした。目いくよ。 OK、 うまい、ナイス。側面いるね。あ、持つ、 OK、 了解。よいしょ、やべ、なんかいる。一人だけでもいい、持ってけ。しかもゴツデコ持ってったのでかいな。火力高め武器だし。オッケー、船ふっ、よけ、よし、よく引けた、よく引けた。ふっ、あー、やった、勢いのまま行ったわ。まずい、マジでこのエレベーター乗られるのが一番まずい。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ふっ、逃げろ逃げろ。ここ、うやべ、いやーこれどうする。残り40秒でやっちまったよ。え、待って、私取るのこれ。頑張るわ。カモンは無理だろこのタイミングは、さすがに。どうするこれ。ふっ、いや後ろにいる。マジかよ。でもまああの状況は持たざるを得ないよな。ドラデコがうまかったっていうことか。裏取りしてきた、裏取りなのか潜伏してたのかわかんないけど、くえーそー、あの状況で、うん、デスが多いんだよな、やっぱり。スタダは活かせてないよな、あんま。あの場所、接敵してからが結構遠いってのもあるし。ああ、負け続けてる。やべえ。向こう側の方がキル力が上だったってことか。こちらが11だけど、向こう側最低キルが10だもん。やられたね。あとは僕スペシャルの回転が非常に悪いね。デスりすぎだね、いくらなんでも。これだったら多分スペシャル性の、スペシャル性のね、あのスペゲン積んだ方がいい、これだったら。
スペゲンを積むか死なないように立ち回る1対1で確実に勝ち続けるか、こういう戦法はあまりよろしくはないんだよな。結局のところ3対3になってもさ、攻めたい時に自分がいなくて攻められないっていうのが一番嫌だからね。ということで、お相手スプラローラージムワイパー、ボトルガイザーとゴーツガロン、こちら側がデンタルワイパーのスピ危ねえ、デンタルワイパーのスミ、待って、なんか変わってね、とりあえず塗る塗るぽっほっふっけっふっここあーやばい、これはまずい。せーの、コロ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 できない、うまい、倒さないで、倒します、いいや倒すね。さあどれだけ進めるか、ここふっ、当たってない、当たったわ、ここ、うわー、11交換、11で負けた、ジムに負けた、あージムが11交換してる、あそこでやれてれば。後ろの方飛びましょう、さすがにあの戦乱の最中にアイコン出すのはよろしくないよね。ほっ、うん、どこいんだあいつ、爆発させるなあいつ、あ、いる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 、ジムいる、今なんか攻撃がジムだったわ明らかに。バレてんなあれ、ほっほっ、ボツいる、ほっ、残念、なーっと上、あー、そっちボトルいたのか、上にすごい取り方したな、てかオッケー、うまい、よいしょ、あー変な方向行った、これむしろ飛べ、よーやるしかねえ、ここはオッケー、このままゴリ寄せるか、ゴリ寄せるか、ゴリ寄せないか、ここ行け、くしゃー、ナイス、いったー、よし、あー怖えー、めちゃくちゃ頑張っただろこれ、目に見えない頑張りあったよ、あの勲章には見えない、ちゃんとさ、ちゃんとあのガチホコをあそこのところの位置まで持ってって、その後2体2人近距離最強組を落としたのはでかいでしょ、私偉い、もう自画自賛していくよこれは。いやー、でもすげえな、もみじ15 まあホップソナーでのアシストもあるだろうけど、すげえな、地味な青年わかる人にしかわかんねえネタやめろ。ということでね、
今回はここまでといたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。墨書きの方もね、うまく扱えれば本当に今までゴツガロンとか使ってた人だったらすごい使い勝手がいいんじゃないかな。私はどちらかというとあのなんか使い慣れてる方は広域系ボムのイメージだから、だからこそなんかね、あのスプラッシュシールドよりかはって感じがしたけど、まああれですね、本当にもう好きに選んでみーみたいな感じがする。ただまあ使いこなせた段階でめちゃくちゃ強いっていう方で使いこなせたら武器パワーが上になるのは多分こっちだと思う。まあどっちにしろメインが強きゃどっちも強いんだけどね、この確率範囲よ、やばいよねって思いますわ。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんもね、よければやってみてください。それではじゃあねー。